はい、マラブ18号です。阪神ファンの皆さん、なんと、あの、江越大賀選手が、スイッチヒッターに転向するのではないかっていうね、ニュースが飛び込んできましたよ。ねえ、まあね、今シーズンはね、大和選手がスイッチヒッター転向しまして、まあ、成功値は成功を収めてますので、ありかもわかんないですけども、皆さんどう思いますか？まあ、なんで江越選手が、スイッチヒッターに挑戦するかっていう理由をですね、片岡ヘッド兼打撃コーチがコメントしてました。ちょっと面白いですよ。まあ、右で当たらないからね、って。いや、シンプル！めちゃくちゃシンプルな理由。ね、まあ、江越選手今シーズンね、まあまあヒット1本しか打てませんからね、まあまあ、ホームランもちろんゼロで、去年はね、ホームラン7本打ちましたのに、まあまあ今年はね、ちょっと打撃不振で、ね、まあ気分転換のためにありかもわかんないですよ。金本監督もね、江越選手の左のスイング見てね、右よりいいって言ってますから、ね、まあ、江越選手ね、もともとね、足はね、50メートル5秒8とね、意外にも速いんですよ。だからね、左バッターでね、打つっていうのもありっちゃありですけども、まあスイッチヒッター転向っていうのはね、なかなか難しいもんで、まあスイッチヒッターに転向して、成功した有名な選手といえばですね、阪神タイガースといえば、西岡剛選手ね。西岡選手はですね、もともと左バッターで、右も練習してスイッチヒッターになったタイプですね。あと、楽天から西武ライオンズに復帰することが決まりました。ね。プロ野球史上最強のショートと呼ばれている松井稼頭央選手。松井選手はですね、PL 学園時代は、もともとピッチャー。ピッチャーから、スイッチヒッター、プロになったらスイッチヒッターになったんですよ。それね、トリプルスリー打って成功してますから。あとちょっと昔の選手になりますけども、元広島カープの高橋慶彦選手。ね。高橋慶彦選手ももともとピッチャーで入団して、そっからね、スイッチヒッターで成功してますから、33試合連続ヒットっていうね、日本プロ野球記録も達成してますし、何がすごいってね、その時の広島カープ、1番翔太、2番山崎、3番高橋慶彦ね、1、2、3連続でスイッチヒッターでしたからね、すごくないですか？そっから高橋慶彦選手、ロッテに行きまして、阪神の遠山とトレードして、阪神にやってきたんですよ、高橋慶彦選手。ね、あんまり活躍はできなかったんですけどね、また結局遠山選手あの阪神に戻ってくるっていうね、本年松井キラーとして活躍しましたけどもね、遠山商事遠山商事の話になってますけども、まあね、あのスイッチヒッターに転向して成功した選手で今までで一番すごかった選手というのはですね、やっぱりね、元阪急の松永博美選手ですよね。まあ、一試合で右で左で両方でホームラン打ちましたし、その後ね、阪神の野田とトレードして、阪神にやってきたんですよ。その時、まあ、オリックスになってましたけども、オリックスから松永博美選手が阪神にやってきて、ほんで、3試合連続先頭打者ホームラン打ちましたから。ほんで、阪神時代の松永選手の背番号が02番ですよ。02番。めちゃめちゃ珍しいでしょ？なんか鬼のように強くなりたいっていう、願いを込めて02にしたらしいです。背番号鬼ですよ。すごいでしょ？背番号鬼。ね、くじコーチのくじぐらい面白くないですか？ほんで結局、甲子園は幼稚園の砂場やってね、暴言吐いてダイエーホークス行きましたから。ね、もやんのベンチがアホやから野球がでけんに次ぐ暴言ですよ、こんなん。まあね、こんな感じで、スイッチヒッターに転向して成功した選手いっぱいいますので、あとDNA の筒香選手も、横浜高校時代ね、スイッチヒッターちょっとやってたらしいですよ。まあ意外ですけどもね。まあ成功した選手いっぱいいますので、江越選手ね、頑張ってほしいですね。まあね、左でスイングね、してたらね、自然と右のスイングも良くなってくるっていうね、聞きますのでね、決して無駄なことではないと思いますので、頑張ってほしいですね。まあスイッチヒッターになるにしろならないにしろ、江越選手応援しますので、頑張ってください。またね、江越選手に関するね、ご意見ございましたら、下のコメント欄に書いててください。後で見に行きます。ということで、ボケも、ツッコミも、両方できちゃう、マナブ18号でした。どうも、ありがとうございます。いや、誰がお笑いのスイッチヒッターや、お前。やめやめ、そういうの。え？